ミルクサッカーアカデミー井上真央でございます。ノーミルク佐藤です。よろしくお願いします。今日もプロサッカーでたまるの佐藤先生にいろいろ聞いていきましょう。さあ今回始まりました。今回は鹿児島ユナイテッドの2016年です。よろしくお願いいたします。ということで先生ね、はい、ザ・データベースも鹿児島編、そして2016というのはこの年から J の旅路が始まったということですね。鹿児島的にはそうなんです。なるほど、1年ずつ見せていける、はい、ということですけれども、この初年度ですけどどんな成績だったんでしょうか。はい、はいはい、2016シーズン、まあ、J3 として参加してですけど、うん、16チーム中5位という成績でした。はいはい、でちなみになんですが、はい、あの前年前々年、ね、まあ、当然あの JFL に、所属していたんですけれども、はいはいはい、過去2年間は JFL で3位、うん、4位という成績を叩き出して、はい、まあ、こっちにね、J3 参画してくることになったんですが、はい、すごいのがね、より J 初年度でいきなり得失点プラスから始まるんですよ。得失点プラ10です。はいはいはい、ブラジルなかなかですよ ね、 すですよね。割と上位といいますか、はい、そうなんでございます。そうですね、なるほど、はい、じゃあ、はい、初年度どんなメンバーがいたのか確認してみましょう。はい、こちらでございますよ。ドン先生の資料でございます。ああ、はい、なるほどなるほど、このメンバーで戦いました。はい、そうなんでございます。まあ、まず分かりやすいところで言ったら、はい、やっぱり藤本選手にはなってくるのかなとは思いますね。うん、あ、そうか、藤本紀明選手がねフォワードにいます。そう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 、はい、この年からね、というか、まあ、昨年というかね、鹿児島自体今回、まあ、鹿児島ユナイテッドってなってるけれど、うん、まあ、いわゆる2つのチームがね、まあ、合体してできたようなチームじゃないですか。そうですよね、はいはい、でさらにですね、この年一つ、うん、もう一個だけポイントがあったんですよ。はい、鹿児島のその2つがっていうところもあったんですが、うん、あの JFL で SP 京都 FC というチームの、はい、あの解散があったんです。うん、おお、ほう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 。あの昔ね、あの佐川急便のチームですよね、もともと。はいはいはい、なるほど。が佐川急便からその名前になっていって、それもなくなったという話ですか。そうなんです。で、はあ、当時そのチームに在籍していた藤本選手がこの鹿児島にやってきたんですよ。なるほど、はあ、はあははあ、その藤本選手1年目だったということですよね。そうですね、はいはいはい、SP からは藤本選手と、あと中盤の麻生選手とキーパーの山岡選手の3人かな、うん、がこのチームに今加入したっていうのが、うん、ね、まあ、ありました、はい、まあ、だからもうみんなで、だから、まあ、いろんな意味での本当にユナイテッドっていう感じですけど、そうですね、はい、そんな中でまずは、初年度からまず成績を叩き出したっていうのがやっぱりすごいなと思っていて、はい、一応ね30試合あるところですごい、うん、もうめちゃくちゃすごいのが、はい、30試合で15勝してるんですよ。だから半分勝った。ああ、それはすごいですね。馴染んでるというかね。そう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 。はい、で、得失点もそのプラス10って言ったけど、はい、あの29失点で1試合平均、うん、1試合平均失点が1切ってるんですよ。はい、めちゃくちゃ守備力高いですよ、ね。それはすごいですね。ほう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 。っていうところから始まったチームで、はい、ございます。はい、まあ、結局、今に至るまでこう、つながってるような選手っていうのがめちゃくちゃ多いですけど、この鹿児島の中で。うん、一つね、あの、この、ちょうどやっていく中というか、2019シーズンの、あの、終わったところで、結構な数の選手たちが、あの、引退表明したりだとか、はい、チーム離れるとかってありましたけど、はあはあはあ、そうそうそう。まあ、その中で筆頭が、僕はこの人ちょっと言っておきたいなと思っていて、はい、吉井選手ですね。吉井康介選手、うんうんうん。というか、この段階、このシーズンが始まった時には、吉井康介選手じゃなかったんですよね。はあ、実はもともと、2014シーズン、はい、ロアッソ熊本に在籍していて、そこで一回現役引退を表明してたんですよ。はい、で、2015年から熊本のユースコーチだったんですけど、うん、2016年のこの年の1月12日に、現役復帰及び、鹿児島ユナイテッド FC の加入が発表された。なるほど。へぇ、そんな歴史があったり、はい、するんですよね。やっぱり九州とか鹿児島由来の選手が多かったような印象ですよね。そうですね。地元志向というかね、始まるっていう感じで。うんうん、うんうんうん。そうなんですよ。なるほど。だから、なんか、そういうのもすごく印象的だし、あと、この年でかな、うん、離れちゃうことになるんだけど、はい、だからちょっと言っておきたのが、高野選手ですかね。高野選手。言っておきたのが、高野浩二選手。うん、はい、はい。もともとあの、ヴェルディのユース出身で、あの、小林祐希選手、今、あの、海外でやってますけど。ほう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 。彼と同期なんですよ、ユース自体。あ、そうですか。はい。
そうで、だけどちょっとベルディではなかなかこう、うまい具合に、うん、ポジションというか、試合出場のチャンスがつかめなくて、その後、うん、北九州行ったり、町田行ったり、沼津行ったりして、最後この鹿児島で、あとは引退するってことになる。割と早くして引退されたんですね、じゃあ。そうなんです、うん。ちなみに一応現在ね、これ鹿児島のサポーターの方にもお伝えしておきたいんですけど、はい、今ですね、この高野選手は株式会社コモレビという会社の取締役になってるんです。すごい。ちなみに代表取締役社長は小林祐希選手です。はい、はあ、はあ、じゃあ一緒にやってるってことなんですね。そうなんです、そうなんです。へー、そうなんだ。じゃあそっちでご活躍ということなんですね。そうなんですよね。はあはあ、だから、はあはあ、まあ、2013でそのボルカと、はい、あとはね、FC で合体して、うん、この鹿児島ユナイテッドになって、はい、2013、14になって、そのユナイテッドより強化して、あとは SP からやってきて、で、さらにそれでやっていくと J2 目指すぞっていう、この最初のこの2016年だったなっていう、ね。なるほど、なるほど。ここからまたまたね、こう上に上がっていくわけでございますからね。なるほど。ありました、はい、ということで J 初年度の2016年鹿児島ユナイテッドについてのみるくさと先生に伺ってまいりましたということでございます。ありがとうございました。はい、ザ・データベース編これ始まっております。他のチームもねぜひ覗いてみてください。ミルクサッカーアカデミーでは、毎朝ですね毎日ライブ配信もやっております。そして、動画も出ておりますのでぜひチャンネル登録をしていただけるとありがたいですね。先生お願いしますはい、というわけでまた次回も聞いてください。井上真央でした。ノーミルク佐藤でした。ありがとうございました。ありがとうございました。